ミオ、この歴代アイコス、ついに3代目まで行ってしまった。初代。これは私がプレゼントした、一応ハルチェカラーかなと思って買ったアイコス。そしてそしてですよ、アイコスチー。新発売しました。まあいろいろ事情がありまして事情がありますちょっと命名させていただきました。まあその内容は詳しくは話しませんけどいろいろ面白いことがあったんです。あったんです。あったんです。いつも何もしてなくてもこのポーズになってるもんね。まあね、ずっと長年握るやつだからさすがアイコスチー大切にしてね。はい、まあ、金出したのは手がしだけだねまあでもちょっといろいろ裏技をやら使った子なんで、あ一服してからタオチする？いやいいよ。あタオチするって反応するかと思ったら普通に流された。乗るか。質問です。はい。YouTube とかでよく自分の使命があるっていう動画を見るんですけど、うん、自分の使命に気づくにはどうしたらいいんですかっていう。ああこれね自分はじゃあ一体何が使命でここに来たんだろうみたいな。まあね、それが分かったら苦労しないんですよ人間はね。多分この世を去った後に、あこれが使命だったんだって気づくの。生きてる間じゃわからないの。実のところわからない。あ、そうなんだ。でも私はこれが使命なんですとかって言ってる人もいるじゃん。だから使命って一つじゃなくっていくつもある人もいるし、うん、単純に例えばこの子を産み落とすことが使命とか、うん、この子を育てることが使命とか、うん、子孫を繁栄させることが使命とか、うん、っていう人も中にはいるし、うん、もっと違うパターンで言うと、そこで自殺することが使命とか、うん、そこで亡くなることが使命とか、うんうん、殺されることが使命とか殺すことが使命とか、うんうん、いろいろあるんですよ、うん、でもそれ例えば前もって知っちゃったら、うん、あなたの使命は殺人鬼です、うん、ああそうなんだじゃあ頑張ろうなんてならないでしょ。だから使命っていうのは基本的にはわからないようになってる。だから亡くなった時に、あこれが私の使命だったんだって気づくの。だから前もって知れる使命の方が実は少なくて、後で使命って知ることが多いですね。そのうちの一つ二つぐらいならばセッション来ていただければお伝えできる場合もあるけども、わからないというか教えないことの方が多いかな、まあ、全員に言える使命としたら、自分を幸せにしてあげること、幸せに、喜ばせてあげることっていう使命はある。自分をね、他人じゃなくて、うん、あとはもう個別にいろんな使命がここにあるわけですよ。逆に言えば使命がなければ生まれてこない。もっと違う言い方をすると、自分が成し遂げたいことがないのにこの世に生まれることはないって感じですね。ご理解いただけました。期待したけど残念みたいなあ分かんないのかみたいな感じかな、うんうん、だから前もって知ってもいい使命はお伝えできるけど、うん、それ知っちゃったことで使命に到達しない場合があるから、そういう人は言わないです。まあ、聞けるかどうか分かんないけど、知りたい方よかったらセッションにどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。はい、タオチェでは質問相談何でも YouTube 内でお答えできることならお答えしますので、コメント欄 LINE よりどしどしご質問お願いします。待ってます。待ってます。では次回のタオチェでお会いしましょう。またねバイ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 。